日本鹿児島県霧島市国武式根国武式根は、鹿児島県霧島市の大技。旧大隅国西総軍寺記里寺記根村、西総軍寺記村大技6及び、浜町、埴良郡国分町大技寺根、ね、国武士寺記、ね、郵便番号は899-4462。人口は2091人、世帯数は882人。 敷根という地名は、日本穂高が熊祖征伐に来た折、野営の際に木の根を枕の代わりに敷いて休んだ古事に由来すると言われる。鹿児島湾王にあり、国部平野東端に位置している。県行側より、東は福山町との境に接している。また水利において二つの河川と、上野原第一六の数箇所より流出する豊富な湧き水など、水に恵まれた土地である。 阿佐駅の北方に、国分上野原城門の森、国分川内、南方に、福山町福山、東方に、国分上野団、西方に、国部下屋及び、鹿児島湾が接している。阿佐駅の東部に、国部式根交差点があり、北方へ、国道10号、東方へ、国道220号が分岐している。北部には、鹿児島県道472号尾東山寺記根線が、 東西に通っている。式根という地名は、鎌倉木より見え、大隅国小川井のうちであった。建治2年の大隅国在庁石付自役配布に、式根という記述があるのが、地名の初見であると考えられている。江戸期には、大隅国総軍時期根里のうちであり、村高は、天保豪町では772国余り、旧高丘陵では1403国余りであった。 1871年の廃藩置県実施により式根村は鹿児島県に属したが同年11月14日に大隅国の区域が鹿児島県から都の条件に移管され都の条件に属した明治5年に大工省区制において式根村はふもと村と浜町に分割された百七十三年一月十五日に都の条件の内大隅国の区域が 鹿児島県に編入され、再び鹿児島県に属した。1889年に町村制が施行されたのに伴い、敷根里の区域より敷根村が成立し、明治期からのふもと村と浜町は敷根村の大技、ふもと及び浜町となった。1954年には敷根村が国分町に編入され、再びふもと及び浜町は併合され、国分町の大技。 式根となった。翌年には国分庁が市政施行し国武士の大技となった。2005年に国武士党が新設合併し霧島市となり、旧国武士の区域の大技は従来の大技なに国分を干渉することとなり、式根は国武式根に解消された。式根集会所公共教育郵便局史跡敷根地区には天然ガス田が存在しており、 1908年より採掘が行われている。1940年に企業化されて1945年頃まで、複数の荒金井から鉄管で連結して工場へ集約して生産する事業が行われていた。その後集約した生産事業は休止され、さらに1951年のルース台風の打撃を受けて企業的な採掘は中止となった。その後は一部の民家で、 調理や風呂の急湯に利用している程度である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。国部式根交差点を鹿野屋方面から望む国道剣道かつては地域内を日本国有鉄道大隅線が通過しており、式根駅が所在していた。1987年3月14日に路線が廃止となり、その後地域内に鉄道は存在していない。 ありがとうございます。